おはようございます。マック・サカの雑談です。オーストラリアのリーダー T2 ライフルがアメリカで製造されるようです。これ最初見た時ね、AR-18 とか K2 ライフルでしたっけ、韓国のライフルかなと思ったんですけど、こういうアサルトライフルがあるんですね。このライフルについてはオーストラリアのファルの代替えとして、 再製作されたみたみいですよね、まあ、その後ステア AUG にその座を譲るんですが、まあ、そのトライアルに提出されたライフルのようですで合計は 5.56mm で、えー、ガスのショートストロークピストン方式になりますアメリカではね末端価格1250ドルで販売されるようですこれのね動画について2本ぐらい上がってるんですがあのアッパーね すすごく簡単に外れるんですねリアサイドのところちょっとやればパカって外れるしでボルトストップもなさそうなんですよね AK みたいな感じででそのボルトハンドルって、まあ、ハンドルがねこのハンドガードの上とかにあるんですよねなんで操作性はかなりいい感じでしたよねそのまたこのアッパーのねこのプレス感っていうこのミリタリーの武骨さっていうのがなかなか良くて。 いいなという感じがしました。このキャリングハンドルもね、この板、曲げただけっていうのもまたしびれますよね、はい。というわけで、かなり荒々しい、ちょっとね、古い感じの懐かしい感じもするんですが、こういう T2 ライフルっていうのがあるっていうのを初めて知ったので、紹介してみました。なかなかユニークな感じでいいですよね。はい、というわけで簡単ですが、まあ、草薙雑談でした。最後までお聴きいただいてありがとうございました。